SE という職種にすごく惹かれました。 SE さんはそういろんな人と関わって一つのものを作っていくっていうプロセスがあったんですけれど、私がこう過去に部活動で吹奏楽部やダンスをしていた際に大勢で何か一つを作るっていう部分にすごく達成感を感じていて、そこのプロセスが似ているなと思って自分に合っているのではないかなと思ったので志望しました。お客様との打ち合わせであったり、その際に使用する資料の作成と、社内ではお客様とのこの打ち合わせを振り返る打ち合わせであったり、営業さんとは進捗も同じ管理表などを使って進めていったり、会話をすることが多いかなと思います。実際にこう問題が発生したりであったり、こう試験する機会というものは多いので、機器を使って検証したりということをしています。こう何事にもこう伝える内容の裏に根拠であったり理由が必要っていうことがすごい重要になってくるので、お客様の中にもこう技術に詳しくない方ももちろんいらっしゃって、この方の視点が分かりやすい、考えやすいという部分は自分にとって強みにできるかなって思っていて、こうやどういうふうに伝えたら分かりやすいか、なんでこの技術はこういう動きをしているのかとか、なぜかという理由を求められていなくても必ず考えるようにしています。自分の中では積極的に自分から行動したいって思ってはいるんですけれど、業務内容とかもやはり最初のうちはこれをやってくださいって受け取ったものをやっていたので、ちっちゃいことでも自分にできることがあるんじゃないかっていうふうに探して、些細なメールのやり取りであったり、これ私ちょっとできると思うんでやってみますっていう一声を増やすようにしていきました。やりたいって思ったことができる環境っていう部分がすごく魅力的だなっていうふうに思ってます。上司の方と定期的に面談する機会がありまして、私が何をしたいかであったり、どういうことを目標としているのかっていう部分をすごく見てくださっていて、じゃあこのプロジェクトにちょっと携わることでこういう技術に関われるっていうふうに考えてくださったりであったり、この機器を触ってみたいという思った際に、そういう検証が実際にできるっていう環境があるので、そこの部分はすごく大きいのではないか。